今日は9月23日の運動塾通信をお送りしています。今日はどの学校も無料の給食にするべきか最終回ですね。多くの学校の食事は貧困国においては大きな利益をもたらすだろう。富裕国においてはその兆候は混在している。今後数年間の投資により豊かな国からも貧しい国からもより多くの噛み砕くべきデータが生み出されるだろう。2021年フランス、フィンランド、その他約60カ国の政府は WFP が支援する学校給食連合に参加することに同意した。そのメンバーは学校給食プログラムを改善し拡大するための共同努力を約束する。彼らは2030年までに世界の最貧困層の子どもたち7300万人、そのほとんどはサハラ以南のアフリカにさらに支援の手を差し伸べる方法を見つけることを誓った。この連合はおそらくコロナのショックなしでは生まれなかっただろうとバンディ氏は言う。パンデミックが始まって以来ルワンダは学校で食事をとる生徒の数を5倍に増やすと約束した。2020年まで学校給食制度がなかったニュージーランドは計画よりも早く試験的な制度を拡大しつつある。イングランドではマンチェスター・ユナイテッドに所属するサッカー選手マーカス・ラッシュフォードがロックダウン中に行ったキャンペーンにより英国政府は休暇中にもっと多くの食事を提供するようになった。スコットランド政府は数年後には全ての初等教育年齢の子どもたちが無料でランチを食べられるようになると言っている。米国の運動家は全員の無料の食事を提供する実験を無期限に実行できるように連邦政府を説得することに失敗したかもしれないが、他の州政府はそれでもカリフォルニア州とメイン州に参加して永久に全ての子どもを養うために現金を見つけることができる。これに参加してっていうのはこれちょっと待ってください。最後の段落だからこれかな。そうですね、同意参加して、まあそうですね、メイン州に参加して自分たちも、そういう意味ですね。ヒレマさんのカフェテリアはパンデミックによってたきつけられた問題にまだ悩まされている。彼女の地区は他の多くの地区と同様に十分なスタッフを見つけいくつかの種類の食品を確保するために苦労している。しかし彼女は誰でも無料で食事ができるようになったことで食事をすることを選んだ子どもたちが恥辱に苦しむ可能性が低くなったと信じている。スティグマだから恥ずかしいですね。それは大きな勝利だと感じているとのことだ。今日で3週間で、要するに、まあ、先進国60カ国が学校給食連合を作ったわけですね。それで2030年までに世界最貧層の7300万人に食事を提供するようにするということですね。それから次は、ルワンダの話ですけど、生徒の食事ができる生徒を5倍に増やすと。それから、ニュージーランドは学校給食なかったんですけどこれを始めるということですね。それから、まあ、英国政府はサッカーの選手が活動してですね、もっと多くの食事を提供するようにしたわけですね。スコットランド政府もですね、
数年後に、小学校に無料のランチを食べられるようにしようと。で、米国ではカリフォルニアとメイン州が無料の食事を提供しているわけですけども、もっと多くの州がそれに参加するようになるだろうということを言ってますね。今まではまあ給食が食べられる貧しい人に対して、その貧しい人は逆に恥ずかしくてそれを食べないという現象があったんですけど、まあ全員提供するようになればですね、そうしたことはなくなるというようなことを言ってますね。これ最終回です。